保育士試験のガイダンスの2ですね。丸2。試験範囲についてのガイダンスでございます。いきなりこの表があるんですが、これ何かといったら、過去も全部分析した表ですね。この左側の範囲何かといったら、まあ見てる通りですね。えー、分類しました。この範囲、この範囲っていうふうに分類したものです。分類したものですね。 うん、分野を分類したものです。例えば、まあ、設備及び運営に関する法、社会福祉法,法プラス、児童福祉法、うん <laughs> 苦情、個人情報、まあ、いろいろ細かく分けられる、分けることももちろんでいけるんですが、あこれが一番いいかなと思って僕は分けた、そういう分類の仕方でやりました。はい。この黄色の部分、まあ、色塗ってる部分が、 これが何だったったけ、この数字が100分率ですね。うん。何%、この分野が何パーセントの割合で出てくるかということです。過去問は5年分の集計しました。5年分の結果がこの数値ですね。はい。こう見ると何がわかるかって言ったら、自動家庭福祉、社会福祉、社会適用語、かなり範囲がかぶって て、ね、ていいいいるるととととううここでですすねっだいぶかぶってるということですね。あの、社会的用語は、このゴリゴリ社会的用語というふうに書いた、これが21%かなり高いんですが、ああ他にもこの設備及び運営に関する方、うんまあ自動福祉、自動家庭福祉と被ってるわけですね。あと、ゴリゴリの自動福祉、これも9%あると。うん でも、里親神経に、これに関しては、まあ、里親に関しては10あるとああ。障害児と養護児童の問題もあるよと。うん。だから一緒に取っちゃいたいんですね。一緒に勉強して一度に取れたらいいなと思うわけです。そうなんです。で、社会福祉だと、例えばこれ見ると、見えますか <laughs> 見える見えるかな のここがで,できたえ社会福祉ですねこの障害者とあと困窮者とあと高齢者保険これは社会福祉だけしか出ません障害者でなんか3問だけね自動家庭福祉で出たらしいんですが過去5年間でまあこれ無視したとしてもいいでしょうあと相談援助っていうのがありましたね社会福祉 これは社会福祉だけかと思いきや社会提供語でも過去に2問出ていると謎ですね。まあ、こんだけそう範囲が絞れてないのがこの保育士試験の嫌なところですねそう。科目が違うのに範囲がかぶってるってどういうことやねん。はい。勉強しにくいと思います。うん、一度で取れるといいですね。 というわけで、ございます。で、この色がついてるの、これがよく出るよっていうサインなんですが、確か4%以上の色つけているんですけれども、これを全部足し合わせるとどうなるかといったら、それぞれ78%、71%、76%、つまり7割超えるということですね。6割で合格なので、ここだけ100%にしとけば、確率的には合格できると。ああ で肝心なのはこの統計とか歴史とかを省いているということです。僕は意図的にね。自動家で福祉17%ですが、これを省いても合格できると。そうですね。あ,あと、この自立援助ホーム、自動自立私林支援施設、これは毎年のように出てくると。毎年のようにとは言わないけれども、うん、僕にはものすごい出る印象があってですね、あのー、言えてあります。はい。 まあ、ひは出ないですけどね、うん。これよく出てますね。はい。というわけでございまして。ああ、これもそうですね。権利条約っていうのも、えー、全部の科目出てます。特に児童家庭福祉はたくさん出てるけども、社会福祉でも出る可能性があるよと。うん、まあ、だから一回で、この科目、3つの科目は全部取りたいっていうのは、そういう理由ですね。 で、あの内容で区切りというふうに言いました。教科で区切るんじゃなくて、科目で区切るんじゃなくて、勉強するその順序というか、まとまり、内容で区切った方がいいっていうのはこういう理由ですね。うん。まあ、母親視点っていうののを勉強しますね。それ、社会福祉にも出るわけです。そう。だから、母親視点の,この中身っていうようなものは、 どっちの科目なんだって言ったら、どっちの科目とは言えないが正解ですね。うんだからこういうふうに、内容で区切りました。ということです。まあ、他の見てみましょう。えー、保育原理、事例25%、人物用語歴史18%。まあ、とにかく人物の歴史が出ると。人物ですね。2割。あ,あ,あとこれが、えー、保育士、指針ですね。保育士、保育自身、保育士、保育士、どっちだっけ えー、擁護方法、環境11%。すごいですね。はい。で、配慮事項4%。まあ、この、とにかくこれ全部やっといたらいいっていうことですね。で、意外と計画評価、研修が出るというわけでございます。まあ、全部やった方がいいでしょう。はい。教育原理。はい、教育原理。自治的記事、2割だけど、これを全く無視しても81、81%。どうですか勉強する気、起きましたか 逆に言えば、この黄色い部分が終わった後に白い部分をやる。そう、最後の電車に乗りながらね、最後試験会場に向かう電車に乗りながら、自治的記事まとめて覚えるぐらいでもいいかもしれませんね。そういう緩急をつけたいですね。ここだけはやっときたいっていうのをつけたいですね。はい。で、その他のもまあ見ておきましょうか。保育実習理論。 全部やれってことですね。全部やれってことです。全部やれっていうことですね。うん。そう、保育指針からもなぜか出るらしいよ。うん。これは嫌いいですね。まあ、ただしその内容が、言葉、あと環境、この2つに限られてくるので、まあ、狙いつけやすいって言ったら嘘ですけど。はい、こうなります。 あの保育士、保育自習理論のこのお話の知識ありますね。これ誰が書いたってあん、あれ覚えてる人すごいですよね。あれはまあ1割出てくると。うん、<laughs> 10%そう。それは無視しても合格しましょう。他の頑張りましょう。ということをここでは言ってるわけですね。はい。えー、子供の保険と保育の心理、これが被ってる部分がありますと。うん 事例とか一般はそれぞれの子供の保険なら保険の一般、事例の一般なんですが、どこが被ってるかって言ったら、発達の部分、それから精神病理、ここが範囲として被っています。なので、これは一緒に勉強しましょうというわけです。子供の保険と保育の心理学、これも一緒に勉強して一緒に合格したいでしょう。ということですね。子供の保険、この黄色だけでは65%ですね。残念ながら、もうちょっと勉強しないといけないわけなんですが、 感染症とかあんな覚えてられないよ。って言って僕は外したわけですね。はい。えー、そう。最後の最後に子供の食とえよこれ、これ大変ですね。これ大変でしたね。もうとにかくたくさんあるよと。<laughs> いろんなことを覚えなくちゃいけないよと。うん。頑張ってください。全部やるしかないです。ここでも、あの、食事接種基準っていうのがあるんですが、 これ実は覚えるコツというか、あ、ここだけ覚えてたら、うん、まあ最低限。最低限ここだけ覚えたら解ける問題結構あるよ。そういう宿題を出しています。なので、その部分だけは覚えてください。きっと役に立つでしょう。はい。というわけでございます。これで全部、はいのガイダンスも終わりです。そしたら、 頑張りましょうどっかで一緒にいやー別の場所でもね子供たちドキドキさせて大人もドキドキしましょうはいそしたらまた会いましょう